はい、速稼塾の久保です。今日はですね、ガラガラの首都高ルーレット族が暴走というね、非常に懐かしい記事みたいな、これなんか1980年代とか90年代のなんですかね、新聞なのかなと思っちゃったんですけども、こういうふうなね、なんか峠を攻めるとかね、まあ、イニシャル D とか車で爆走する若者なんてついぞ見なかったんですけども、今回ねこういう記事になってちょっとまあね、胸が躍るみたいな気持ちはあります。ただまあこういう時期なんでね、それは叱られて当然かと思うんですけども、ただね、これが現実なんですよ。自粛って長くは持たないんですよね。皆さん自粛楽しいですかね。自粛を楽しむための、まあ、いろんなコンテンツとかありますけども、やっぱり元来人って何かね、仕事をしたり、人と関わったりとか、それからなんかね、遊びをしたりとか、危険なことにうつつを抜かしたりっていうので生きてきてるんですよね。で、それをなんだかよくわかんない、その、ウイルスだよっていうので、まあ、脅してですね、人の行動を縛るのにはやっぱ限界があるんではないかなと思うんですよ。ね、この写真にもありますけども、綺麗なね、ビル、この光がパチパチ映ってて、で、高いお金を出して整備をした車が車庫にあると。これでね、1ヶ月、2ヶ月って我慢できるわけないですよね。大体こういう派手な車を買う人って、走るために買ったわけですから、集まるために買ったわけですから、これをずっと我慢しろっていうのは結構酷ですよね。で、物分かりがいいことばかり言うわけじゃないんですけども、今、事業者さんって、持続化給付金とか言って、まあ、融資もありますしね。まあ、少ないですけども、何らかの支援があるわけじゃないですか。でも、個人的に買ったものには、やっぱりね、支援がないんですよ。当然といえば当然なんですけども、まあ、車って2年ごとに車検来るでしょ。それから整備費用って高いんですよ。でも、1ヶ月とか2ヶ月、車庫に入れてるだけなんて、どうなんですかね、この無駄金は。うん。だからこう考えると、せっかくお気に入りの車を買って整備したのに、走れないことのストレスって多分ね、単なる足として車乗ってる人の数十倍とか数百倍で、もう事故って死んでもいいみたいな感じになる人もいるんじゃないかなと思うんですよ、はっきり言って。まあ若いパワーってのはそういうものですから、本当にね、明日をも知れぬ、なんか俺たちに明日はないじゃないですけども、命知らずなのが、その無鉄砲なのが、いわゆるね、若者の特権のような気がするんですよ。で、若者が安全策とか挑戦しないと、それはそれで最近の若者は挑戦しないよねとか、俺たちの若い頃は危ないこといくらでもやったんだよみたいなこと、やっぱりね、70代ぐらいの方言うでしょ。50代ぐらいの方もそうか。で、いざこういうことをすれば、これはこれで批判するわけなんですよ。で、結局若者は無感染でも老人のなんかウイルスうつして殺す可能性があるから、そういうこと配慮できないのかねっていうけど、なんていうんですか、命知らずなのは若者の方で、どっちかっていうとその命を守ってね、安全に生きようとしてるのはまあ、お年を召された方なのかなと。まあ、それは当然なんですよ。当然なんですけども、ちょっとまあ、冷静に考えていくとですね、まあ、今、いわゆる、老後の生活を送っている方って、年金が出ていて、引きこもるのに絶好の環境なんですよ。だから、引きこもって、あ、今はね、みんなで我慢する時期だよねっていうのになるんですけども、できるんですけども、こういう若い人って、なんで仕事もさせてもらえない、遊びも自粛も自粛でダメ、で、病気がうつるからマスクしろとか、なんかそういうふうな圧力に、どうなんですかね、いい楽々と従って若いエネルギーをこのまま消耗していくのがね、本当に若者のいい姿なのかなと思っちゃうんですよ。まあもちろんね、私もこうは言いながらも、人混みに出たりとかね、ウイルス撒き散らしたりとかしたくないですよ。したくないんですけども、ただ客観的にこの記事を見たときに、なんかね、おとなしくするのが若者の特権というか、若者におとなしくすることを強要するのには、やっぱ限界があるなと思うんですよね。いや、それだけじゃないですよ。ほとんどの方が、何、花見もできないし、人との飲み会もできないし、もうなんかやること限られたりとかね、仕事を奪われたりとかして、もう鬱蒼としてるんじゃないかなと思うんですよ。これいつかね、爆発するんじゃないかなと思いますよ。その爆発が、テロとかね、戦争じゃないことを望むばかりなんですけども、家の中でもどうですか？お互いイライラしてみたりとか、なんかついついね、厳しい言葉使ってみたりとか、テレビ見ながらテレビに文句言ったりしてませんかね？ね、なんかこの、なんすか、甲子園のシーズンにも甲子園がないとかね、インターハイもないとか、大学でも全然登校できないとかね、こういうふうなのが、本当に楽しい人生なんですかね。もちろん我慢しなくちゃいけない時期はあると思うんですよ。あると思うし、先も見通せないっていうのがわかるんですけども、ただ若いエネルギーを抑えておくのには、まあ限界があるんじゃないかなと。そしてその限界はもうすでに通り越してるんじゃないかなっていうのが、この記事に見えるような気がするんですよ。だからこの記事を見てね、ただ単純に、こんなバカ者をすぐ逮捕しろみたいなことを言う、ね、方がいるとしたら、それは結構年齢いってらっしゃる方なのかなと思っちゃうんですよ。
何と言いますかね、私もね、これを歓迎するわけじゃないんですよ。歓迎するわけではないんですけども、なんかどっちをね、正義とするのか、どっちを悪路とするのか、迷っちゃいますよね。まあこんなことがあるんですね。ルーレット族が爆走と、バトルに見物客も。まあでもね、これが現実ですよ。もうね、黙ってらんないと。もう死んでもいいから、好きな人生を送りたいっていう風なのが、まあ本音なんじゃないですかね。だってこのまま自粛生活をやっていていいことあるんですかね。ただ生き延びれば人生なんですかね。なんかやっぱり悲しんだり、人を傷つけたり、怪我をしたりとかね、苦しんだり悲しんだりっていうの込みで人生なのかなーとかなんかね、思うんですけど、皆さんいかがですかね。どうですかね。私はまあ特に本気で心を込めて思うことはあんまりないんですけども、どっちにしても私は隠居暮らしなんで、人とも会わないし、まあ、車は走りますけど、そういう風なね、首都高なんて全然ない、高速道路もないようなとこ住んでますんで、車を走ってもね、田んぼの中ですしね、まあ、ステイホーム、本当に言われなくても私の場合はステイホームですからね。まあ、ですんで、私の方こそね、全然、環境の変化は全くないみたいな、どこにも出かけないし、仕事にも行かないしみたいな、そんな生活を送ってますけども、でもやっぱりね、ほとんどの方は仕事をして悩みを抱えて仲間と打ち明けたりとかね、なんかそういうことを、そうやって熱い人生を送ってるのかなと思います。まあ賛否両論もちろんありますし、賛はあんまりない方だと思いますけども、まあこの記事読んでいろいろ思うところを心に決めながら、今日はおやすみなさい。